キシユタ、滝沢秀明氏の新事務所、戸部入り確実か、平野氏用の匂わせ投稿に高まる期待。キング、リンチェの元メンバーキシユタがジャニーズ事務所を退除し気になるのはその後の所属先だらだ。滝沢秀明氏の新事務所、戸部への入所が高まる中、元金プリでうつつ戸部の平野氏用の投稿には意味深な匂わせが隠されていると話題に、 果たして岸優太の、戸辺、入りは現実のものとなるのか、ファンの期待が高まるばかりだ。岸優太の退場が決まり、ファンは彼の新たな活動に胸を膨らませている。その所属先について、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、戸辺、入りの可能性が高いとされている。なぜなら、滝沢氏自身が過去にも様々な匂わせを投稿してきたからだ。平野市要。 戸部所属のメンバーである彼もまた8月2日にインスタグラムでの投稿によってキシユタの戸部入りを案に匂わせたとされている。その投稿は夏っぽいものを描きたいなと思ってなんか人魚思いついたから描いてたというコメントとともにタブレットで描いた人魚のイラストを3枚掲載していた。注目すべきはこの3枚の人魚イラストの配色だ。 一枚目が赤、二枚目は青緑、三枚目は紫を基調としているという点だ。これらの色はキング、リンチェの在籍時に平野、神宮寺優太、た、岸ゆうがそれぞれのメンバーカラーとして使用していたものであるである。この投稿に対し芸能ライターは平野は7月7日にインスタを開設してからイラストを投稿するのは初めて。 しかも、24時間で消えるストーリーズではなく、フィード投稿にイラストを投稿したことにも何か意味がありそうです、と分析している。ただ、これだけでなく、滝沢氏自身も匂わせ投稿を行っていた。7月3日にインスタグラムに投稿した写真には赤、青、紫に見える火山の画像が続いた。これも平野、神宮寺、騎士のメンバーカラーを匂わせていたのだ。 さらに、平野と神宮寺のティザー映像が投稿された際にも、椅子の影が、K の文字に見えるとして、これも、死ユうの合流を匂わせているのではないかと、ファンの間で話題になった。滝沢氏が匂わせを行うのは新しいユニット結成の前触れとして行われることが多く、かつて元、V6 の三宅県が合流する前にも、滝沢氏は、ケンタッキー、 と思われるチキンの画像を投稿し、三宅と組んでいたユニット、剣保した G を匂わせていたとされる。このように、滝沢氏はファンの期待を高めるために、匂わせ投稿を積極的に行っていると考えられる。岸優太の、飛べ、入りについても、これだけの匂わせが揃っているのであれば、ほぼ確実と見て良いだろう。 果たして岸優太の飛べ入りが実現するのか、その瞬間を待ち望むファンの期待は高まるばかりだ。滝沢秀明氏が築く新たな舞台で岸優太がどのような活躍を見せるのか、今後の動向に目が離せない。ファンだけでなく多くの音楽ファンが新しい才能の開花に胸を躍らせていることだろう。キング。 リンチェの元メンバーである岸優太がジャニーズ事務所を退場し滝沢、秀明氏の新事務所とオ飛べ入り可能性が高まっているアーテイル。平野の仕様の投稿に見られる匂わせや滝沢氏の過去の行動からファンの期待は高まるばかりだ。岸優太の新たなステージでの活躍に多くの音楽ファンが胸を躍らせている。今後の展開に注目だ。